皆様こんにちは、まりみちゃです。今回は、ダイソーさんとジムキチとあとコストコの方でちょこっと買い物したのでご紹介していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。まずね、ジムキチの方での購入品ですね、ご紹介していきます。よいしょ。まずこちらの厚紙ですね。こちらこうちょっとカードみたいな厚さあるんですけれども、ダイカットの台がねちょっと厚口だとなかなか薄い紙だと抜きにくいのでちょっとごつめの紙を購入してみました。こちら、ジムキチさんで1枚37円ですね、で購入しました。ちょっとこちらとあとね、よいしょ、こちらのケトン紙ですね。ケトン紙って何ぞやと思って購入してみたんですけれども、こちら10枚で192円ですね。で中出してみたんですが、こんな感じですね。ちょっとなんて言うんだろう、コピー用紙よりもツルツルしててちょっとごつめっていう感じの紙ですね。こちらまた何かに使ってみたいなと思います。はい、それとですね、こちらですね、こちらセクションパッドということで、これね製図用コーナーにこういうもの置いてあるんですけども、お値段が325円、こちら100シート入ってます。はい、で紙質的にはちょっとペリペリとできなかった、薄いんですよ。わかりますかね、手ちょっと透けて見えるぐらいの薄さで、ちょっとこの方眼がねいいかなと思って、これで袋とか作ったらまた可愛いかなと思いまして購入してみました。サイズは B5 サイズですね。ちょっとあんま大きすぎても使いにくいかなと思ったので B5 サイズのものを購入しました。これね100枚たっぷりあるので、また紅茶止めとかにしてもいいかなと思います。はい、それとですね、こちらこれね55円っていう安さなんですけど、これなんかね裏見たらこの有名著名なアーティストたちの作品をより身近にっていうことでこんな感じだったんですよね。オリジナルステーションにお届けしますってね。でこの前の表紙の絵を描いた方のこう説明が書いてあるわけなんですけれども、これ中ねどうなってるんだろうと思って、まあ、55円だしちょっと買ってみようかな、素敵な絵が描いてあるのかなと思ったんですよ。それで帰ってからねちょっと開けてみたんですよ。本当に自分で自分においっていうツッコミを入れたくなるぐらい中は真っ白でした。嘘だと思ってまさかのね真っ白っていうこんなとこについちゃった。絵がついてるのは表紙だけでしたね。はい、でもね白いのっていろいろスタンプをしたりなんとかかんとかとで使えるのでいいかなと思って何かに使いたいと思います。あとですね、こちらのポストカードですねを購入してきました。こちら50枚入ってて390円になります。これね結婚式のカードとかねああいうものを作るコーナーにあったんですけれども、こちらちょっとよいしょ、ちょっとごつめのものになります。これもまたねダイカット抜くときに可愛いかなと思って、薄いピンク色なんですけどね、これいいなと思って購入しました。それとこちらの水色ですね、水色の方、こちらの方はね中にちょっと和紙っぽく繊維が入ってるんですよね、わかるかな。なのでちょっとだけこちらの方がお高かったです。こちらはエンボス加工がされてるんですけども325円になってます。こちらも50枚入ってます。で紙質的にもこっちの方がちょっと若干薄め、こんな感じですね、ちょっと薄いんですよね。でもこれいいなと思って、わかるかな、エンボスなんとなく
こんな感じですね、うん、でこれで大カットしてもまた素敵だなと思って購入しました。それとこちら、これは下敷きですあの柔らかい下敷きですね。 B6 サイズの84円、安いですよね。あのほぼ日手帳に使おうかなと思って、柔らかめの方があの私筆圧が高いのでね、ちょっと力強く書いちゃうもんで、あの柔らかめの方が書きやすいなと思ってこちらの方購入しました。はい、それとですね、こちら珍しくプーさんなんですよ。アリスのメモもね、あのアニメ柄のアリスのメモもあったんですけれども、あのねアリスはいっぱい持ってるからいっかと思って、あこのプーさんねちょっと可愛いなと思ってパラパラっとめくったら、中がねほんとすごく可愛いんですよ。まずねこちらですね。でこの絵柄の裏がねこんな感じで、あすごく可愛くて、でこちらはこんな感じで罫線なんですけど、この裏がこんな感じですね。うわすっごい可愛いと思ってこちら購入してきました。これ320円になります。うん、可愛い。たまにはねプーさんもいいかなと思って、可愛いですよね。それとちょっとこちらはお値段ちょっと隠して、はい、インコちゃんです。すっごい可愛いと思って、これはあのアーサーにねプレゼントしたいなと思って、もう見つけた瞬間アーサーだってアーサーのねあのお家で飼ってる鳥さんがこの子と同じような色だったのでね、あすっごく可愛いと思ってこちらの方購入しました。アーサーこれ送るね、あのクリスマス便で一緒に入れます、可愛いちょっとねだからお値段は隠したままよいしょはい、紹介だけ。はい、あとですねこちらいつもの学習帳ですね。この袋のこの紙が欲しかったんですよ。これ純白紙ないんですよね。インターネットだとね500枚でいくらとかなんで、ちょっと、うん、枚数が多いなと思って、でもこの音魅力的ですよね。どうしようかな。はい、で中なんですけども、こちらくまさんのスタンプ。このくまさんすごく可愛くないですか。これ色ついてるからなおさら可愛く見えるのかな。すごく可愛いなと思って、これ262円なんですよ。うん、可愛い。はい、それとよいしょ、こちらシワなしピット。私は強力ピットと、消え入りピットの方は使ってるんですけども、このシワなしは初めて購入したんですよ。表紙とかね塗りつける時にいいかなと思って、大きなサイズの方ですね、これが227円ですね。で2つ購入してきました。はい、それとあこれだけだった純吉さんは以上になります。ね、やっぱりね楽しいですよね、ジムキツさん。本当にすごく楽しくて楽しくてついつい買っちゃいますね。はい、で次、ダイソーさんの方ですね。ダイソーさんの方で購入したものはね、まずこちら、じゃん、厚紙です。 B4 サイズの厚紙、4色入ってて4枚、各1枚の4枚入りになります。結構ねごつめなんですよね。これもまた大カットのに使いたいなと思って購入してきました。あの台だけたくさんあってね、紙が普通の紙しかなくっていいのに抜けないんですよね。で色がすごく被っちゃったっていうね。はいでもこれはねいろいろ4色入っているのでまた使おうかなと思って購入してきてます。それとこちらクラフトボードですね。このクラフトボードもねモスグリーンですごく素敵な色だなと思って購入してきました。裏見たら白いんですよね。なのであら違う色3枚入りなのかなと思ってちょっとさ出してみたんですけれども、ただ1枚の裏が
白なだけでした。これもいいごつさですよね。初めて買いました。これもまたちょっと抜いてみたいと思います。ちょっとあまりごつすぎてもあれなのかなと思いながらちょっと購入しました。それとこちらのサンタさんのこれランチマットなんですよ。ペーパーランチマット、ね、これをちょっとクリスマス便で使いたいなと思って、あの1枚1セット持ってるんですよね。なんだけどこれ4枚しか入ってないのでちょっと足りないので行ったらあったからちょっと買ってみました。はい、とたくさんあるのでちゃっちゃっといきますね。こちらこれね、私買うときここしか見てなかったんですよね。ハートのちっちゃいシール欲しいなと思って手帳に使うのに、であこれかわいいと思って買って家帰ってきてみたら下欲しいっていうね、やったーってちょっと二度おいしい感じがしましたね全くここの下欲しいっていうのを知らずに買ってきました。どこ見てるんでしょうね、私買うときここだけ見てたちょっとなんか得した気分です。可愛いですよね。うん、これはいろいろ使えそうです。はい、それとこちらですね。その手帳つながりでコンパクトファイル、あのね、これすごく使えそうだったので購入しました。あの手帳の表紙っていうかカバーのところに差し込んで使うみたいなんですけども。これ2つ入ってるんですよ。でここをねこう表紙のところにシュッて刺してこっちにこういろいろものが入れれますよっていうクリアファイルなんですよね。これはいいなと思って購入してみました。うん、3個部屋があるんだね、こうやって。へ、いいなと思って購入してみました。ちょっとまた使ってみたいと思います。これね、はい。それとですね、ちょっとねさっき出しちゃったんですよね。ちょっと待ってくださいね。どれとどれとどれだったっけ。あったこちらもこもこホワイト、ふわふわホワイト、コーラルピンクっていうことで、なんだこれっていうね、こちらですね。あのキャットさんがねインスタの方で紹介してたのを見て、あこれいいなと思ってファイルに使おうと思って購入したんですけれども、なんと1個10メーター巻きなんですよね。それが3個で100円です。安いと思って。10メーターって言ったらだって MT のマステと同じぐらいの巻きですよね。そんなにあるように見えないんだけど、いいですよねこれ。いっぱい使えると思って購入してみました。こちらともう1種類あるんですよね。ちょっと待ってくださいね。こちらボールドホワイトゴールドということで、これがこちらになります。ボールドホワイトゴールドですね。これもね、これ私自分が持ってる引き揃えにちょっとちょい足しで使おうかなと思って、こんな感じですね。うん、これは使える、かわいい。それとですね、もう一つレースつながり、こんな感じのフリルレーステープですねを購入してみました。こちらもね、あのファイルのポケットとかに使えるなと思って、かわいい。これは 1.5 メートルですね。はい、こんなね、あのかわいいものを自分が買うとは思いませんでした。じゃあ違いますね。はい、ということでこちら購入してみました。それとですね、どんどんいきます、じゃんじゃんいきます。こっちにしよう。こちらグラシン紙の包装紙ですね。これね、いろんな種類、あと赤色のなんかフランスパンっぽい絵のやつと同じやつの紺色でこれがありました。私はこれを選んできたんですけれども、良さそうだったら他のものも購入したいなと思ってます。よいしょ。それとですね、こちらぷっくりペンメタリックということで、のりっぽいのかな、のりになるのかな、
どんなんなんだろうと思って、前にネットで買ったグリッターのとに多分似たような感じなのかなと思うんですけど、 3D ペンって書いてありますね。はい、ちょっとこれ使ってみようかなと思って購入しました。はい、それとですね、こちらチュールクロス、チュール生地ですね。これ2メーターもあるんですよね、スパンコール。これね、スパンコールとかついてない普通のチュール生地も売ってましたね。でもね、なんかよく購入品動画でね見て、ちょっとこれいいなと思って購入してみました。はい、それとですね、こちら平刷毛 これはまたデコパージュとかに使っていきたいと思います。今使ってるのがね、ちょっとこの前のロー引きのやつでボロボロにしちゃったんで、どうやってローを引いていいのか分からなくって、使ったらボロボロになっちゃったんで、また新しく買ってきました。それとマスキングテープも、これちょっと3つ全部まとめて紹介しちゃおう。これ細いマステですね。これね、りんこさんがね紹介してたんですよね、購入品動画で。で、すごい可愛いと思って、私も欲しいなと思って行ったらあったので購入してみました。この3つ、まず葉っぱと、これ可愛いハート、草の上にハートがある感じのやつね、とこれチェリーですね。このハートになってるところが可愛いなと思ってこちらの方購入しました。はい、それとこちらマスキングテープのパール帳ですね、のものです。こんな感じ。これはすごくいいですよね。前1回見てどうしようかなと思ってちょっと買わなかったんですけども、やっぱり欲しいなと思ってこの2色購入してきました。あとの2色もあったんですけども、なんかちょっとパールっぽくないなと思ってこの2色を購入してきました。マステばっかりまたどんどん増えていくんですよね、どうしよう。はい、それとですね、まだあるんです、こちらですね。こちらもね、皆さん買われてますよね、デザインペーパー20枚、5色、5柄が 何言いたいんだろう、4枚ずつで20枚、こんな柄ですね。ちょっとそのオリエンタルな感じの柄で、生地というか触り心地がね、襖みたいな感じですね。これ20枚しか入ってないんで2つ購入したんですけども、ちょっと1枚だけ出してみました。こんな感じですね。すごく落ち着いてていいですよね。これで封筒とか作ったりポチ袋作ったらめっちゃ可愛いなと思って、このマットな感じが私は本当好きです。いいですよね、ちょっと和紙っぽいかな。はい、それとやっとね購入してきました、これトレーシングペーパーの中紙ですね。これ32枚も入ってるんですよね、すごく嬉しいと思って。でも8柄で4枚ずつしか入ってないね。この8柄があります。かわいい、すごい全部使える柄ですよね。これをすぐなくなっちゃうなと思って2つ購入してきました。はい、でね、まだ購入してきたんですけども、こちらメタリック中紙、こんなの私初めて見たと思って、金と銀で各10枚ずつの20枚。これも大カットとかに使いたいなと思って。すごいいいですよね、これ。しかも、めっちゃ正月ですよね。これね、いいなと思って購入したんですけれども、1枚だけ出してみたんですが、よいしょ。結構ね、意外とすごいしっかりした紙なんですよ。ね、ねって。ですごいしっかりしてるし、これもギアの台をね抜く時にこれで使ったらすごく可愛いだろうなって、そしてちょっとインクでね錆びた感じにしたらすごく可愛いだろうなと思ってこちら購入しました。あとはこのオーロラカラーっていうのもあったんで購入してみたんですけれども、これも20枚しか入ってないんですよ。で、こ
な感じでね、どんなのかなと思って、これは1個しか買わなかったんですけども、ちょっとね出してみたんですが、あーもう1個買っとけばよかったかなと思って、すごい可愛いんですよね。すっごい薄いんですよ、わかるかな、手透けてるの。すごい薄いんですけど、サラサラしてるので、これ多分ダイカットで抜いてもすぐにスルッと取れそうな気がするなと思って、破れなさそうなので、これポケットとかに使っても可愛いしいいなと思って、これとこれと黄色とピンクと、もう一種類、もう一色どこ行った、あいたこの5色ですね。すごいいいですよね。これはもう一個覚えてたら買うと思って覚えてられるかなんですよね。私いつも行くと欲しいものを忘れちゃって全然違うものを買ってきちゃうんですよね。そして帰ってきてから思い出すっていうね、まあまああるあるですよ。はい、であとね、コストコで購入してきたものなんですけれども、とうとう買いました。ここにねちょこっと見えてるこいつです。ちょっとごめんなさい、カメラ持ちますね、ちょっと重たいので動かせない。ラミネーターですね、こちらアイリス大山さんのラミネーターになります。でちょっとぐるっと回って、まあ、上から撮ろうか、よいしょよいしょ、私のベッドがバレる、ダメだダメだ、やっぱりここでここごめんなさい、ちょっと角度おかしいんですけども、4本ローラーなんですよ。4本ローラーっていうのはここにも書いてあるんですけども、要は見えてない、よいしょごめんなさい手が映った、ここですね、上下にローラーが1本ずつ2本ずつついてて、こう送り出す感じですね。なので噛みにくい、詰まりにくいっていうことですね。でスタート時間も早いし、5段階の温度調節もできて、消し忘れしないように自動オフがついているというもので、こちらね普通に事務吉さんとかで同じようなのを見たんですけども、1万超えてくるんですよね、この4本ローラーって。2本ローラーのものは、まあ、3000円とか4000円とかでも売ってるんですけども、どうしてもなぜかどうしてもそんなに使う頻度もないくせに、どうしても4本ローラーが欲しくって、でコストコさんに行ったらね、コストコにはこれ7980円だったんですよね。ちょっと高めの2本ローラーと同じぐらいの値段、4本ローラーだと他のところで見る限り半額ぐらいですね、うん、これはいいと思って購入しました。でずっと迷ってて、旦那さんと今日一緒にコストコ行ったんですけども、どうしようどうしようって言ってたら、まあボーナスも出たし、クリスマスプレゼントっていうことで買っていいよって言われて自分で買いましたね、我が家はこういう電気系のものですね、どんなにちっちゃいものでも相談するんですよ、買っていいかなどうかなって。でまあ旦那さんとしてはね、ダメって言ってもどうせ買うでしょっていう感じなんですけど、まあ使うなら買えばって、買っていいよって言われて初めて買います。ダメって言われたらちょっとだけ我慢しますまあでもどうしても欲しかったら買っちゃうんですけどね。はい、ということでこんな感じになってます。うん、めちゃくちゃ嬉しい。これどんなもの作ろうかな。これね、一応ちゃんと中に20枚ラミネートのこのシートが入ってるみたいですね。はい、これまた使った動画もね、いつかこう撮りたいなと思います。はい、こんな感じで今回の購入品は以上になります。うん、休みの日にね、そんなにガンガン外出るタイプではないので、こう美容院に行くとかで出た時にこうまとめて購入してきちゃうんですよね。なので1回の量がすごい半端ないですよね。ちょっと動画の方も長くなってしまったんですけれども、最後までご視聴ありがとうございました。また何かね、いいものをゲットしてきたらご紹介していきたいと思います。